はい、どうも吉助と申します。本日もご視聴ありがとうございます。今日は何を作っていくかと言いますと、こちらの小さめのさつまいもいただきましたので、小さいサイズを生かした見た目も可愛い簡単なスイートポテトを作ってみたいと思います。裏ごしなどの面倒な工程もなく、材料も5種類ほどで、生クリームの代わりに牛乳を使ってますので、意外と簡単に作れるかと思います。それでは早速参りましょう。本日もよろしくお付き合いください。はい、まずはさつまいもを洗っておきます。今回は皮まで使ってしまいますので、たわしなどを使って土などが残っていないようにきれいに洗ってあげてください。さつまいもがきれいに洗えましたら、さつまいもを切っていきたいと思います。両端の部分を少し切り落として、縦の2分の1のカットにしていきます。不安定で少し硬いので、切るときには怪我をしないように気をつけてください。カットしたさつまいもは切り口の部分から色が変わってくることがあるので、水につけておいてあげてください。こうすることによって色変わりが防げます。はい、それではさつまいもに火を入れていきたいと思います。今回はこの蒸し器を使って、さつまいもに火を入れていきます。電子レンジ使ってもいいんですけれども、電子レンジ使うと火の入りが強すぎるんで、さつまいもが甘く仕上がりづらいです。蒸し器を使うことによってゆっくりと火を入れてあげる。そうすることによってさつまいもが甘く変化して、火が入っていきます。仕上がりの方もね、電子レンジでやると白っぽく仕上がること多いんですけれども、蒸し器を使ってゆっくりと火入れてあげることによって、美味しそうな、黄色い色の仕上がりになります。蒸し器のお湯の状態としましては、軽く沸騰している状態を保ってもらえればいいと思います。この状態でさつまいもにしっかりと火が通るまで蒸していきます。約15分から20分ほどで蒸し上がると思います。蒸し器がないという方はお鍋に水を張り、そこにぴったりと合うようなザルをかまして、蓋をした形にすると、蒸し器の代用として使うことが可能です。ですがこの場合、お中に入れる水の量が少なめになってしまうので、空炊きになる恐れがありますので、そこは気をつけてやってください。蒸し器や蒸し器の代用品のない方は無理せずに電子レンジ使ってもらえればいいと思います。はい、こちらが15分ほど蒸したものになります。色もきれいに蒸し上がって、竹串で刺してもスーッと竹串が通るぐらいの硬さに、さつまいもに火が通っています。さつまいものね、大きさによっても蒸し時間変わってくるかと思いますので、ご自身で確認しながら蒸してみてください。さつまいもが蒸し上がりましたら、温かいうちに中身をくり抜いていきます。これ冷めてしまうとね、ちょっと固まって中が抜きづらいので、できるだけ温かいうちに小さめのスプーンなどを使って、くり抜いてあげてください。皮の方はね、破けてもあまり気にせず、どんどんくり抜いてってもらって大丈夫です。あとでペースト状のスイートポテトの種を入れるときに、ある程度修正することは可能なので、そこはある程度大胆にやってもらって大丈夫です。さつまいもの実の部分がくり抜けましたら、くり抜いた実を測ってみてください。実の部分は 400g 使いますので、 400g 以上あれば OK です。余分に出た部分は食べて 400g に合わせてもらえればいいかと思います。次にテフロンパンを使ってスイートポテトの種を作っていきます。先ほどくり抜いた約 400g のさつまいもの実をテフロンパンの中にすべて入れておきます。そこに無塩バターを 40g、さつまいもの実に対して約1割ですね。あとグラニュー糖が 40g、こちらもさつまいもの実に対して1割の量です。この3種類の材料が入りましたら、弱火でコンロに火をつけ、木べらなどを使ってさつまいもを細かく潰してペースト状にしていきます。バターと砂糖が溶けてある程度潰れてきたら、そこに牛乳を約 120cc、 さつまいもの量に対してこちらは約3割ですね。これをさつまいもをさらに潰しながら少しずつ加えていきます。弱火で温め、少しずつ牛乳を加えながらさつまいもを潰すことによって、ある程度滑らかなスイートポテトのペーストが出来上がります。
さつまいもの細かい実が少し残っていたとしても、もともと器に使うさつまいもの皮の方にも実は残ってますんで、それほど気にならないかと思います。牛乳の量に関しましても、入れすぎるとべちゃべちゃになって成形しづらいですし、少なすぎると今度パサつきが出てくると思うんで、いい塩梅の量で細かいところは調整してみてください。弱火にかけた状態にしていますが、ここでは火を入れるのが目的ではないので、綺麗なペースト状が出来上がったら火を止めていただいて大丈夫です。スイートポテトの種が出来上がりましたら、先ほどくり抜いたさつまいもの皮の方ですね、こちらにスイートポテトの種をゴムベラなどを使って詰めていきます。まずはこんもりと盛り上がるぐらいの量の皮の方に詰めていきます。詰めるときにですね、皮の方破けてるところなんかありましたら、そこを整えながら詰めていっていただけるといいかと思います。全部に種が振り分けることができましたら、最終的に表面をならしてあげてください。ナッペベラなどをお持ちの方は、ナッペベラ使うとさらに綺麗な仕上がりになるかと思います。次にスイートポテトの表面に塗る卵黄を用意しておきます。スイートポテトの表面に塗りやすいように少しだけお水を入れてハケで溶いておきます。オーブン用の鉄板にクッキングシートを敷き、先ほど準備した卵黄をスイートポテトの表面に塗っていきます。卵黄が全部に綺麗に塗れましたら、オーブンの方で焼いていきたいと思います。オーブンの方は200度に予熱をしておいてください。200度に予熱しておいたオーブンでスイートポテトを約20分ほど焼き上げていきます。オーブンによっても癖がありますので、焼き加減、焼き時間などはご自身で確認してみてください。中心までしっかりと熱が通り、綺麗な焼き色がついたら完成となります。美味しそう。はい、いかがだったでしょうか。小さいサイズのさつまいもを使った見た目も可愛いスイートポテト、裏ごしもせず生クリームなんかも使っていないので、ご家庭で作るには作りやすいスイートポテトなんじゃないでしょうか。小さなサイズのさつまいもなんかが手に入った時は、お子様とぜひ一緒に作ってみてください。大きいサイズのさつまいもでインパクトのある大きいスイートポテトを作ってみるのもいいかと思います。本日使用した材料はこちらです。概要欄の方にも記載してありますので、またご確認ください。最後までご覧いただきありがとうございます。またいつもいいねやコメントもありがとうございます。これからも皆さんのお役に立つ動画作っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。